やば。えげつないな。やば。このアングルやばくない？皆さんこんにちは、杉志田と申します。今回はね、とあるゲームをやっていくんですが、まずその前に非常に重々しいんですが、ちょっとセーブファイルを初期化しましょう。これによって2匹の命が失われると思うと涙が止まりません。ごめんね、すでにいた2匹。さあ、今回やっていくのは、ニンテンドックスですね。いやーこっちの方がいいな、画面。やばー、なんだこれ。そうだね。何を言おうかな、まず。僕はですね、3年前ぐらいまでかな。ワンちゃんがいましたね。そう。そんな僕のペットロスをこのゲームは癒してくれるのかといったところで、左かな、ちょっとルックス最高なのこのワンちゃん。名前は何て言うんですか、犬種は。え、始まるのかなこれで。おー、あれ、これ遊んでていいの？やば、この毛並みやばすぎるあー、やるよねこれ、なんか警戒体制みたいなやつね。やばいやばいやばい、涙出てくるこれ、あのね、犬ってやっぱね、下顎なのよ。これやばい。そうだよね。ようこそ任天堂クスへ。ここではたくさんの個性的な子犬たちがあなたを待っています。え、ちょっと待って、マジで可愛いんだけど。あなたと気の合いそうなパートナーを探してみてください。フレンチブルがね、まあなんだろう、パッケージにいるんだけど、僕ちょっとフレンチブルは違うかな。ちょっと今遊んでた子がやばいな。ヨーキーは？そっかそっか。ちょっととりあえず今のキャバリアだと思う。色？色選べんの？ちょっと待って。うわー、マジかー。ちょっとお任せします。見てみる？どんな感じになる？あれ？あ、この子ね。あ、どれがいいって感じ？どうしよう ちなみに、僕の前飼ってた犬の色合いはこれだね。でもね、僕ちょっとね、ペットを飼うときにさ、新たに、結構多分人それぞれだと思うんだけど、やっぱね、前の子みたいな子は飼わないようにしようかなって感じだね。そうだね、左のこの色合いにしましょうかね。いやー可愛いね、この子にしましょう男の子か、ちょっと女の子がいいんだよな。男の子だとちょっとね、おしょんしょんするときにさ、ちょっとあんま良くないんだよね、僕の中で。じゃあちょっと女の子いない？女の子。真ん中の子、女の子だってくれ。かわいいね。よし、来た！この子にしようかな。あ、でも、あれ？このさ、ワンちゃんたちってもう一回選び直せんのかな？あ、オッケーオッケーオッケー。じゃ、トライカラーとかどう？ちょっとごめんね。もう選ぶまでに時間かかるよ、これ。あ、でもやっぱさっきの赤い感じの子がいいな。ルビーかな。ルビーがいいや。どう？ルビー。あー、真っ赤っかだ。あ、これじゃないな。さっきの男の子の女の子バージョンが欲しいな。あ、これだね、これ。この真ん中は真ん中。かわいいね。え？いやー。よし、来た！この子にしましょう。安いね。今、犬頃は本当に高くなってますよね。なんだね。この子にしましょう。名前、あ、ペロペロしてくれちゃって。ありがとうございます。飼い主さんが決まってこの子も嬉しそうです。いや、ありがとう、ありがとう。名前を決めるのかな、まずは。何をするんでしょうか。あなたの家に新しい子犬がやってきました。マジで可愛い。お、カメラも動く。やばい。ああ、触りたい。初めての場所に慣れるまで少し時間がかかるもの、しばらくは部屋の中で遊んであげてねと。お散歩もできるってことか、じゃあ。
何してあげる？これで触れ合える？はい、どうしました？グッズ？はいはいはい、テニスボール。取ってきて。いい子だね。これだいたい4回ぐらい、4回5回やると飽きるんだよね。あ、取ってってやつね。遊んじゃうからちょうだいってやつ。どうすればいいんですか？持ってきて、持ってきて。ありがとう。ありがとう。まずはいい子いい子でしょうと。やっぱね、ほら、ちょっと下顎の方がいいと思うよ。ここら辺。ありがとう。胸とかね。これ、どうやって取んの？オッケー。さあ、もう一回、取ってきて。お、背中に乗っかってるとか、ちゃんと乗っかるんだ。リアルだね。持ってきて、持ってきて。ほら、遊んでないで。もう一回、もう一回。やば。一個だね。なんでそんな一個なの？お耳とかね。耳裏とか、結構、気に入るよね。ここら辺ね。またなんか遊んでんな。あ、ブン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 とか、やるよね。やばいな、マジで。できて。じゃあ、最後もね。最後投げるよ。奥の部屋さ、あ、取り合いね。懐かしい、懐かしいとかもう本当に涙出ちゃう。ナイスキャッチ。よし、じゃあ持ってきてもらってテニスボール終わりにしよう。持ってきて。しょうがないな、いい子だね。うー、なんだなんだなんだ。あ、取っちゃった。これしまう。おー、ありありがとう。こんな感じで触れ合っていけばいいんでしょうか。え、シャンプーとかあるけど、とりあえずお水かな。ご飯とお水。トイレはいらないの？トイレは。これもっとズームしたい。もっと寄りたいんだけど、どうすればいい？寄れない？あ、はい、チーズ。じゃあ、ちょっと待って。寄れないのかな？ん？どうした？変われないんだよね、これ。はいはいはい、どうしました？ご飯ですか？はい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 。風船？だいぶ落ち着いてきましたね。あ、鳴らしていたのね。ところで、この子に女の子ですが、名前は考えてありますか？あなたの声で、この子に、声での名前をつけるの？サスケ、ラッキー、ラッキー、マロン。マロン。うん。名前が決まったら音声入力スタート。どうしよう。カットだ、カット。もうめっちゃ悩むよ、これ多分。オッケー、決めました。キャラメルっぽい色合いだなと思って、それをもじってキャメルにします。キャメル、キャメル、キャメル。ワン、聞こえたみたいです。さあ、もう一度。これちゃんと文字反映されんの？キャメル、キャメル。3DS 上の声が面白いな。もう一回。キャメル、キャメル。あれれれれ、わからないみたいです。もう一回言うよ。キャメル、もう一回言うよ。キャメル、もう一回言うよが入ってる。そうだね、もう一回言うよなんて名前じゃないよね、ごめんね。キャメル、キャメル。あれ、アホの子かもしれないな、うちの子。キャメル、キャメル。オッケー、もう一回。いつまでやるんでしょうか。キャメル、キャメル。いいね。名前覚えました。忘れないうちにメモしておきましょう。え、これさ、もしかしてだけど、名前音声で反応して近づいてくるとかやってくれるわけ？キャメルになりました。とんでもないな、やば。名前呼んでこちらに気がついたら写真を撮ってあげましょう。まあ、写真は別に、動画に残ってるよ、君の勇姿はね。大丈夫だよ。いやー、どうしたの、どうしたの。撫でたいな。あ、来た。いやー、可愛い顔すんね。いいね。ここの、あとね、目と目の間、この、ここの鼻の上ね。ここやりがちだったね、僕。やっぱあと耳ね。顎ね。胸ね。もうすべて、あー、仰向けになったりしないの、これ。お腹とかさ、そう、お腹やばいでしょ。あ、そうだよね。
もっと見せてくれてもいいんだぜ、君の。あ、来た。フィーバータイムや。やば。なんて忠実な。やばすぎる、このゲーム。いつのゲームですか、これ。こんな神ゲーがあったのか。超癒されてるんだけど、ペットロス人間が。これ やめたらさ、え、やんで、まだ、もうやめちゃうのみたいな。そう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 、そうなんです。ありがとう。ここは何できるんだろう。ちょっと呼んでみるね。キャメル？キャメル？え？なんだい？反応してくれたのかい？やばいな、この動画。ただの男が、なんか、甲高い声で、どうしたの？とか言って、それを投稿するんだよ。大丈夫か？需要あるか？需要どこ TV になっちゃうな。ご飯あげよう、ご飯。トイレが気になる。トイレ大丈夫なの？さあ、ちょっとこれね、寄りたいんだよね。近くで見たい。あ、来た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 。硬いやつ。なんか赤いな。結構赤みがかってるね。ねえ。お、終わった？あ、残す。あー、残すタイプの犬なのね。うちの犬ちゃんと全部食べきっちゃうタイプでね。おー、食後の運動だね。偉いね。でかい、家広いな。向こうにもソファーあるんだけど。で、ここキッチンでしょ、多分。やば。この家やばいな。しかも2階もあるよ。で、待って、ガラス。やば！こんな家に住んでみたいぜ。あ、だんだんあなたのことが気になってきたようです。やっぱこういう感じでチュートリアルなのかな、まだ。そろそろキャメルにお座りを教えましょう。マジですか。子犬から離れたところをタッチして素早く下ろしてください。ここら辺に君、お座りしてねってこと？おお、ちゃんと座りました。やばい。やば。このアングル。いやー、やばいなー。きー、かわいすぎる。ちゃんと座りました。マイクが見えたら声をかけるチャンスでございます。お座り。お座り。なるほど。任せてください。お座り。あれ、まだ？座らせて声をかける。ああ、なるほどね。これがお座りだよって押し付けるところね。それではもう一度座らせるところからやってみましょう。まずじゃあ座ってね。はい。はい、行こう。これがお座り。これが。え、ちょっと待って。大丈夫？今の。これがでお座りになっちゃう。え、座って。お座り。お座り。俺やっぱこれ、これがになっちゃった。やっちまった。あれれれれ、声聞こえなかった。はい、待って、マジで俺は今どっちをするべきなんだろう。ちょっとみんな、どうしよう。これやっちまった気がする。これ電源切ったらどうなる。どこからやり直しになっちゃう。お座り。お座り。お、よかった、聞こえた、感動。じゃあもう一回やるよ。よかった。これがに反応したと思った。お座り。お座り。ん？うちの子はアホの子なのかい？そんなアホな子も可愛いぜ。お座り。お座り。一個だね。もう一回。五回ぐらいやるのかな？お座り。お座り。一個だね。今の言葉を覚えました。忘れないうちにメモしておきましょう。なんか、この録画用のマイクに言ってないからどう聞こえてるのか気になるね、この動画上で。さあ、お座りを覚えました。今ならきっとお座りという言葉だけでわかります。お座り。あくびしとるが、あくびできる余裕があるっつうことだな、キャメル。これからはお座り以外のゲームをどんどん教えてあげましょう。え、タッチとか。芸の教え方、いろいろあるんだ。おやつね。グッズショップ、忘れずにセーブしましょう。あ、やっぱ危なかったね。電源切ったら多分、このキャメルとの思い出が消滅するところだった。ショッピング、グッズ、失礼しますぜ。あすみさん、いらっしゃいませ。こちらは子犬と子猫の日用品。あ、なるほど、なるほど。で、さっきのご褒美として何がいいかな。クッキーにしようか。
安っ、200円だって。で、お座りやってあげよう。お座り。ん？遊んでほしいの？お座り。ねえ、お座りして。お座り。お座り。おー、来たー。一個だね。あ、あっさり食うタイプね。ボロボロクッキーなタイプか。ありがとう。じゃあどうしようかな。これお金とかってさ、どうやってもらうんだろう。じゃあこれの芸だけ教えるか。でも時間的にちょうどいいか。お手、お手の教え方。お座りから左手掴んで、掴みまして、上に持ち上げて、お手。一度飛べば、ワンポイントアドバイス。子供が1ポイント。子供じゃない、子供じゃない。犬が覚えられるの1日3つ。じゃあ今日これでちょうどいいね。お座り。え、いい子だね。で、左こっち持って、あ、ちょっと待って。また間違った覚え方しちゃうから。お手。お手。いい子だね。そうそうそう。これお手よ。お手。お手。うん。優秀だね、君。優秀な頭脳だね。いや、手を覚えました。え、待って。これお手とかってさ、キャメルスーパーハイパーお手とかって名前つけられるってこと？これ。キャメルサイクロンとか名前つけていい感じ？ちょっとそのうちすごい技を覚えたら、キャメルサイクロンって名前つけちゃおうかな。ということで、今回の動画はここまでにしようかなと思います。また次回の動画でお会いしましょう。ぜひチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。じゃあね。バイバイ。かわいいね。なんでそんな君はかわいいんだい？